ハロー、YouTube! まさなみちゃんです。ええー、今日はちょっとね、あのー、先月あった、先月じゃ先日あったね、ええー、税理士さんについてちょっとお話してみたいと思いますけど、あの、一応ね、あの、税理士先生にちょっと、あの、ちょっと先生のことについて、ちょこっとだけ触れていいですかっていう許可をちゃんといただいたんで、ちょっと名前まだ聞いてないんですけど、えー、っとね、とても素晴らしい先生に、ええー、巡り合うことができましてですね。まあ、あの、私あのね、YouTube は皆さん知っている通りね、 収益化して、毎月毎月ね、収入があって、え結構、まあまあ、そことこいい金額をいただいてるんでね、もうおかげさまで。それで、あの、まあ、エンタープライズ正サというね、事業所を立ち上げてですね、えー、あの、まあ、自分で申告するみたいな感じでやってたんですけどね。なんと今年はですね、えー、税務署を、 さんの方からね。税務所さんの方から、えー、まあ、あの、担当っていうか、何ていうかな、こう、あなた、ちょっとあの、税理士さんつけたかったら紹介しますよ、みたいな感じで。じゃあ、この方ね、みたいな感じで、紹介してくれたんですよ。それがね、素晴らしい税理士さんでね、これ。すごいようんまあ、ね、頭切れる。喋ったらすぐわかる。頭いいし、口回るしね。うん、ほんで、体力もある。ね。 メンタルも強い。完璧やね。もう最強の税理士さんにあったってね、ほんとね、私はね、ついてる。うん。税務署さんありがとうございますまさがみ感激ということで。いや、めっちゃすごいよ。もうほんとね、あのね、ほんま先生に言いましたもん。 すごいね、あのー、結構ね、えー、お話が上手ですね。人を引っ込むようなお話をするんでね。あのもうね、YouTube 始めたらどうですかって言い,言いました。<laughs> いや、実は考え中なんですって言うんでね。もしもうね、あのね、も、ま、うあの、近々多分ね、YouTube チャンネル、いや、もう立ち上げたことわかるんですよ。あのもうね、あのー、もう始めたら、私の毎週火曜日の YouTuber の紹介で。 まさかみゆうはのユーチューバーの,のすべで紹介したいと思うんです、すその時はぜひともね、皆さんね、ぜひともご登録お願いします。<laughs> いや、ほんとね、あのー、それでね、ええー、まあ、どれぐらいかな、数十分喋ったんですけども、お話が楽しくて盛り上がってね、これであのー、私のあの、まあ、税務署のその申告の去年の勝利をパッと見せたら、ああ、こんな感じねってもう、見切り早い ああ、見切りハイもうわこめっちゃこううの人賢いんやと思って、あのね、私のね、<laughs> ふらふらな。 <laughs> なんとかギリギリ書いたあれを見ただけで、だいたいもうだいたい分かったみたいで、ああ、分かりましたみたいな。次は新婚の時の1月に会いましょうみたいな感じで。で、まあ、まれの、来年の1月ぐらいね、ちょっと書類を作ったやつを、まだ先生とこに持って行って、これでどうですかみたいなことを、お、お伺い立てて、立てて、それであっね、いけるんであそのまま行こうかなと思って。それ、先生のアドバイスとしては、ね、やっぱりね、まあ赤字がね、まあ1年2年続くと思うから、もうね、青色にして、 ほうがいいですよ、みたいな。今の白色って結構楽なんですっていうのは、まあ、あの、私こうやってね、このようにですね、領収書タワーに集めてますけどね。もうね、その書類のね、あれが違うんですよ、か、あの、あれが。その中身がね。うん、それでいろんなことを書かなきゃいけないの。うん。対赦、対腸法とか、なんかな、忘れ、なんかちょっと忘れたけど、で,でもうもうもう、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 ど素人はできへんレベルなの。 青色シュ、国って、めんどくさくて <laughs>。それしろ、言ってたんですけど、やっぱりあ、ま、あの、ちょっと赤字がね、やっぱ、あのー、多いんで、それをね、まあ、2年かななんかな、3年かななんか忘れましたけど、えーの、繰り越しすることができるから、もう来年もね、まあ、まあ、このペースで行くんであれば、やはりね、まあ こ今年の令和3年はあれで、令和4年で、まあ、令和5年ぐらいからはきっちりね、準備していって、まあ、ゆくゆくはね、あの、頑張ってね、収益をもっと増やすって思ってるんであれば、えー、その時にですね、その、赤字分のね、分を、この、 繰り越してきて、そこそこのね。あのー、利益を消すことができるからってアドバイスをいただきましてですね。まあ,あの青色、来年は青色かなみたいな感じです。まあ、えー、今年の令和4年度はやっぱりね。そのままで白色で行こうかなと思う。そんな感じ。めっちゃええ先生やで。ほんと喋りやすくてあの気さくでね。 普通ね、もう頭いい、いいんで、もうあのね、あのー、本当に、税理士さんでめちゃくちゃ頭いいんでね、慣れないですから、もう、税理士さん、弁護士さん、あと不動産鑑定士さん、この資格を持つとね、食いっぱれないって言われてるんで、それぐらい、えー、素晴らしいね、資格を持ってきたって、やっぱりね、先生なんで、 このね、結構多いんですよ、こういう人。<laughs> でも今 YouTube の中ではね、結構ね、気さくなね、税理士さんがね、結構いっぱいいてて、まあいいなぁと思って見てるんですけども、やっぱりね、えー、そういう方がね、めっちゃ身近におって、しかもね、今回、税務所さんから、税務所だからね、そんな素晴らしい、そのね、あのー、人をね、あのー、 紹介していただけるなんて、もう先生を紹介しても思ってなかったんで。だってあのね、弁護士さんでもなんか国選弁護士とか言われたら、えーみたいな感じ結構多いじゃないですか。噂で聞くと。でもね、だから、まあ、まあ税務署さんが紹介するんで、国選税理士会をと思ってたんですよ。いやもう全然、もうよかったわ。本当ありがとうございます、税務署さん。本当に。私には本当ね、YouTube でね、ほんとね、今1万人ですけど、これが10万人、100万人持っていこうと思ってるんですよ。 ね、58のこんなおっさんですけども。で、噛んだら噛んだまま、はぁ抜けたら、はぁ抜けたまやってるんですけどもね。まあまあ、もういつの日かね、10万200万人いって、ね、マネーガッポがッポハイムをハッピーになった日にはね、えっ、ー、とね、ちゃんとね、きっちりと申告をして、お金も、もう今でも近い申告ちゃんとしてるんですよ。要は、税務資金を、 きっちりと払えるぐらいのレベルまでね、えー、収益、売り上げっていうのを上げていってね、えー、国に貢献したいと思ってるんで、ほんとね、感謝の意味を込めて、ほんとに税務署の方、ありがとうございますまさかみめっちゃ嬉しいですそしてね、先生に会えたこと、ね、今回ね、税理士の先生に会えたこと、ほんとにね、嬉しい。喜んでる。うん、もうね <laughs>。 <laughs> いやーほんま、めっちゃ、わかるでしょもう顔色とか顔つきとか喋り具合見たら、いかに、あの、ラッキーだったかね、ラッキーだったとか、自分で税、理事の先生さん探すの大変なんですよ。ねでも、その中でもいきなり税務省さんが選んでくれた先生が、めっちゃ良い、い,い,い,いか,とかめっちゃラッキーじゃないですか。自分で探さなくてもいい。ねそして素晴らしい先生に巡り合えた。 これはですね、私の人生にとって大きなステップアップのね、あれになると思う、石づになると思いますね。ということで、本当ね、安心して自分の税金のことを任せる先生ができたので、本当ね、嬉しいと思います。<laughs> ベタもめでしょ。いや、めっちゃ好き、好きになったんで、僕ね。だから、あの、本当に、あのー、ね、ただちょっとね、あの、今回はなんか、あのー、 あの、なんか、税務署の紹介でも、あの、国からお金が出るらしいんですよ、先生のとこに。だから、私がお金払う必要ないって言われて、言ってたら、本当に、ホッほっとします。もう何万円取られんで何十万取られいと思ってたんだよね。ままあ、あの、会社やってる時は、ほら、毎月、月々の顧問料っていうのは払って、それ、それプラス、あのー、 何あの、税金申告の時に、プラスその書類を削除して,いて、なんだかんだすんのに、えー、これだけいただきますけど、ほんとね、あの、結構ね、結構な金額ですよ、本当に。を、こうね、払ってたんですよ、本当に。<laughs> ガチで、マジで。 会社やってるときに。だから、その、を記憶あるから、これで何十万、え、何十、何十万っていうか、ええー、みたいな感じ今のこの収入ね、結構い,いただいてますよ。いただいてますけど、この収入で補いくれないぐらい前払ってたんで、税、税、税,税理士さんにね。だからまあ、そこで、おっど,どうなんだろうか、と思ってたんですけど、今回は無料ということを本当に、ありがとう。<laughs> ダブルで嬉しい。 いつの日か必ずね、YouTube バズって、えっ、ー、とね、10万200万にいってね、この税理士さんにもちゃんとお金を払ってね、顧問、顧問、顧問料払って、そしてですね、えー、なんだろう、あのね、あのあれですよ、税金もきっちり払ってね、えー、なれるようになりたいと思うんでね、これからもよろしくお願いしますというわけで、本日は税理士さんにすごい税理士の先生に会ったぞという動画です。 どう、どう、どう、動画でした。はははは。神々やけど、コマ出すで。<laughs> え、ということでね、えー、皆さんもね、本当税金っていうのは、 国民の義務なんで、ね、労働も義務です。働いてきっちりね、申告をしなきゃいけない。でもね、個人じゃなかなか難しい。だから税理士さんっていうね、素晴らしいエキスパートがいる。そのね、素晴らしいエキスパートの先生に会えた、私のこの喜びを今動画に伝えております。いかになんかめっちゃ嬉しい、嬉しいかわかるでしょう、この。この。<laughs> お、うれ、うろすうれしすぎて、笑の手まわ、は <laughs> っていうぐらい、感激しておりますんでね。皆さんもおお、おお、もう、領収書たちも喜んでる。落ちてきたね <laughs> え、ということでね、えー、皆さんもね、あの、収益ある人はね、えー、きっちりとね、えー、税、税務署なり、えー、税士さんに相談して、税金払って、ちゃんとね、キッチンしていただきたいと思います。ということで、えー、以上、まさがみちゃんの <laughs>、感激の <laughs>、ごあいちゃんでした。 <laughs> また会いましょう。